お疲れ様です。今週も最後の日、金曜日になりました。2月9日朝6時の相場解説です。今正確には6時12分ですね。で、今日はね、新しいマーケット設定ってことになりますけども、昨日まで設定していたレンジが終わってですね、新しいフェーズに入ったってことになります。で、今週は月曜日はまあ利益取れましたと。火曜日は全然手も足も出ませんでした。水曜日はもうちょっと辛抱すれば利益が取れたんですけども、夕方までね、ちょっと利益を取るようなチャンスに恵まれませんでしたので、ちょっとね、水曜日も結果的には利益を取り損ねたかなっていうところです。で、もうちょっとね、頑張っていかなくちゃいけなかったかなってところですね。で、水曜日は残業した方は利益取れたっていうふうな報告がね、やっと昨日入ってきました。で、昨日なんですけども、昨日はまあまあうまくいったかなっていうところです。午前中で一発、午後で一発。多くの方は午後に利益を取ることができたということでね、やっぱりレンジ設定の重要性っていうのはそこで伺えるんじゃないかなと思います。さあ、それで今日なんですけども、新しいマーケットはどこにできてるかっていうと、ここですね。昨日までのレンジ設定の一番上の価格帯を抜けましたんで、今149円の319ですが、このあたりを天井とした新しいマーケットってことになります。ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあ4時間の方ですね。4時間の方で大きく突き上げたでしょ。こちらの2つのレンジを合わせた、まあ、おおよそのレンジがありますけども、昨日まではここでいろいろと考えていたわけですけども、それと同等ぐらいの伸びを見せて、ここに新しいマーケットできました。で、陰線にはなってるんですけども、下髭を出してますよね。ただ、実態がそんなに大きくないので、これはね、上に行くぞっていうことを予期しているものでは必ずしもないと思います。あと、値段なんですけども、149円の319ですから、じゃあ、こっから一気にね、今日中に150円いくかって言ったら、それは確かにいかないと思いますよ。行って20ピップスとか30ピップス伸びるぐらいじゃないですか。でも上に行く可能性よりも、こっから利確が入って下の方に行く可能性の方が今日は強いのかなと思います。ですんで、レンジ設定は1時間の方見ていきますね。もう皆さんお分かりだと思いますけども、そう、このもじゃもじゃしているところをね、天井にして、ゾーンを引けばちょうどいい感じになるんじゃないかなと思います。これが上底ですよね。そして下がですね、当然ですけども、この価格帯になります。この間で見ていけばいいんじゃないかなってことですよね。新しいマーケットってのはそんな感じです。で、仮に上に伸びるとしても、多分利確がその分入って、急速に下に戻るんじゃないかなっていうふうに予測しますね。まあですんで、今日は上下60ピップスぐらいですよ、これ。60ピップス。ちょうどいいじゃないですか。これで勝負していけばいいんじゃないかなと思います。まあ私はね、セルで取れる日じゃないかなと思いますので、セルで取ることを目論んでいきます。さあ、通常でしたら難しい金曜日ですけども、今日はそこまで難易度が高くないと思いますので、以上のようなことに気をつけながらトレードして稼いでいきましょう。それでは後ほど、FX オリガルヒの方は追加配信でお会いしましょう。